由广濑铃担纲主演的大热日剧《夏空》即将会在香港开电视作全港独家首播。这套高收视日剧更有新版《阿信的故事》的美誉，故事情节同样是讲述女性奋斗一生全为追求梦想。在剧中饰演女主角奥原夏的广濑铃接受我们粤阳访问，分享拍摄点滴，话至今依然难忘最初入剧组时的心情啊。そうですね、撮影入った時はこれから1年以上続くんだなっていうちょっとこう重い荷物を背負った感じはありましたけど、なんか本当に現場にいたらすごく自然の中で気持ちよく、そしてすごくキャストの皆さんやスタッフさんに恵まれたので楽しく過ごせた気がします。あ、これから大丈夫だなみたいな安心したのを初日感じたのを覚えてます。夏空背景发生在二次大战后日本，失去相亲并同兄妹失散的女主角奥原夏，至少就立志要做一个动画导演。故事讲述女主角怎样披荆斩棘，努力为梦想拼搏。有这么好的角色，广濑铃当然就好像如获至宝咁啦。はい、そうですね。朝ドラの中でもすごく登場人物が特別多い気がして、本当に個性豊かな。キャラクターがいっぱいいて、そしてやっぱりアニメーションという世界、今では日本でもすごく盛り上がっている業界なんですけど、そこの本当に初期を描くっていうのはなんか知らなかった世界を見れて、まずそこを見てもらいたいし、いろんな方に感じてもらえたら嬉しいなと思います。广濑铃同一众演员在拍摄期间建立了深厚的感情，戏里戏外都好像一家人咁啊。そうですね。結構前半北海道でのお話は家族の物語が特に描かれていて、じいちゃんとのシーンはやっぱりすごく印象的ですね。会話だったりとか、じいちゃん演じてる草刈さんの。表情だったり声だったり仕草で、あ、じいちゃんって思う瞬間がたくさんあったり、結婚式直前のじいちゃんとのシーンはすごく楽しみにしててもらえたら嬉しいです。出道時凭清纯形象受到关注的广濑铃，这次演出其实是电视台少有在无经精选之下直接邀请演出，全因为看中了广濑铃和女主角奥原夏一样散发着单纯乐天的感觉，非常有观众缘。すごく感性が豊かで柔軟性がある女性でも、こうかつここしか見れなくなってしまうような本当直球な女の子だな、女性だなとは思いますけど、それが人に時に悪いような嫌な思いをさせてしまう瞬間もあるけど、最後はみんなに愛されてどんどん自分にそのパワーエネルギーをこうものにしていくような女性だったので、本当に特別な人だなっていう、客観的に見てもそう思うような女性でした。私もこれと思ったらそこにしか行けなくなってしまったりとか、そこしか見れない、どうしてもやりたくなってしまう性格なので、そこはなんか演じてて楽しいなと思いましたね。凭呢部剧夺得桥田奖新人奖的广濑铃大赞角色冇阴暗面，故事亦相当励志感人。佢仲话观众一定可以感受到主角的正能量啊！